おはようございます。おはようございます。はい、今日はですね、友達の家に来て、はい、芋掘りです。さつまいもと、うちの畑、はあ、じゃあ、芋掘りやっていきます。早速レッツゴー。じゃあ、肉2個ある。ありがとうございます。おはようございます。カメラマンのどうも、ボビーです。体、上半身はさつまいも、下はデブ。おはい、玉ねぎ。あなたはこっから右側をボビーの畑として書いてます、はい、落ちます。そして、はい、ポン関係ないからそこここはさつまいも畑。芋掘ってみた。まあ本当はこうちょん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 って植わってたんですけど、そこからブワーッと広がって、うん、広がったのがまた根っこをやってブワーッと作ってってなってるんで、多分一面にさつまいもが埋まってます。これをね、こう持ち上げてみると地面にね、ボッてなってる部分があるんだよね。ここら辺を抜いて、ちぎれちゃったかな。まあここら辺ですね。ここら辺をこう掘り起こして掘って、うん、こんな感じで影になったら、おなんだこれ。あ、また玉ねぎ踏んだ。やばい、すごい。大丈夫、見えた見えた。こうやって、うん、え、でかくない。やべ、どこまでか。え、でかどこやからでかちょっと気持ち悪いんだけど、マジでやばいでしょ。発掘みたいな感じでこう、あ、折らないようにね。これだいたいこう出てくるんですけど、ある程度いったら疲れっから、これだ。おすごい。いいんじゃない。おおおお、すごい。でかすぎない。人参だ。途中で終わってた。すごい、人参じゃん。手前。あれ、なんか人参みたい。何これ。人参だ。逆人参。まあこういう感じです、さつまいも掘り。まあ上からこう来て、そこで下の方に太っていくから、下が太ってるっていうね。へえ。こんな感じでさつまいも取れます。はい、まずは根っこを探す。探してって。あったあ、ブルーベリーみたいなやつある。あ、それは実ですね。さつまいもの実です。はい、ちょ、見つけたらちょっと。ありました、これですね。あ、出てきました。いる、ほら。いいんじゃない？まず1個。あ、来た。おー、ちゃんと芋。いいじゃん。売れる。すごい芋だ。やめなさい。ポジション。周りも見てみるとあるね、多分。いや、多分ね、ここにもね、2、3個ぐらい。あ、うん、いいね。どんどんで、くそいがいよこれ。折れないように大事に。あ、折れた。すごい。お、大きいんじゃないですか。くそでか。いいね。ウルー年だね、これは。4年に1回しか取れないの。うん、当たり年だ。よいしょ。こいつも結構。おー、すごい。これさ、甘くなる？それうちに欲しいわ。多分ね、ある程度置いといて、ちょっと置いとく。あと料理の仕方だね。一気に加熱しちゃうとあんまり甘くならないけど、焚き火のやり方でこう中温でじっくりやっとくと甘くなる。へえ、そうなんだ。あれ、
やるか。あの枯れ葉をバーッと燃やして灰の山を作って、うん、そこに埋めと。あ、それが一番いい。あ、じっくり。そう、じっくり。あ、え、ちょ、え、これは見えだけ。あ、出てんだね、これね。こっち掘っていい、これ、うん、何出てくるの。生姜、生姜は植えたけど結局ダメだったんだよ。へー。あねよ、聞こえないふり。あ、でもそうか、言った、すごい丸い。よしよし、あっ、すげえ、でかっ。でっかっ。うぇい、すげえいっぱい、やば、お大量。さつまいもは途中にして里芋掘ります。里芋掘ります。里芋掘った方も一緒なの。里芋はね、ちょっとね、出来方が違う。へぇ、そうこういう風にちょっと開けて、うん、ちょっと遠くへから、そう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 、でっかく株になる。すごい、すごい、すごい。そうそう、これこういう風に。え？里芋って何や？茶色いの？里芋って何や？茶色いの？茶色いでしょ。こういうふうにこう周りにいっぱい根っこが、毛根が生えてるので。え、これしかない。1個だけ、ね、根元ね、これ、ここにね、固まってるの。ただね、今年はあんまりっていうか、この品種なのかわかんないけど、あんまりね、すごいすごい、めっちゃ木が生えてる。紐、これが、いや、二つ取りだ。二つ取りです。意外となってるね。あ、多分栄養分がないんだよ、普通。そうね、横ね、まあ、こんなようにしてたまにね、あの JA とかに行くとこれが出回ったりするんだけど、普通お店とかでは出回らないの、こういうの。取ったぞ。はい、でまだまだあるよ。あ、もう疲れた。もういいかな。いいべ。はい、というわけで芋掘り終わりました。芋掘り終わりました。芋掘り掘った結果、芋が掘れた。まあ、そろそろシーズン終わりなんで野菜終わりですけど、来年はちょっと種まきとかそこら辺からやっていきたいね。やっていきたい。うん、確かに。